<laughs> やっほーちょっと待ってね。<laughs> はい、やー今日はラジオ配信で失礼いたします。ネイルかわいい。 メールインスタあげなきゃ <laughs> ちょっと待ってねメールをインスタにあげなくてはいけないという使命があるはいあげました 入れましたよーよ。若干暗いかなでも明るくしすぎるとネイルが分かんなくなるんだよな。 モテネイルにしましたもうモテたいが全面に溢れ出たネイルですね <laughs> はい間違いなく「これはモテるでしょう」といったようなネイルになっております。 なんかねチェルシーみたいな <laughs> チェルシーみたいなチェルシーってわかるあめちゃんチェルシーみたいなねツヤツヤ感モテネイル でもね、モテたいんだよね実は実は <laughs> そっか <laughs> やめよう えその分かんないけどなんでみんなは私の幸せを願ってくれないのそれひどいと思うよ割とずっと一人で生き続けろってことねえねえそういうこと私に何を求めてるのねえねえ いいそう言われると幸せになってほしいでしょ <laughs> リガだってイケメンと幸せになりたいよでもなんかみんながダメみたいな ダメみたいな感じでダメみたいなこと言ってくるから <laughs> <laughs> でもさあのー、昨日 あれ昨日ってハロウィン <laughs> なんか昨日さ動画撮ろうと思ってたんだけど撮れなくてその仮装のやつが届いてなかったからだからちょっと動画を今月の頭には送りたいなと思ってるんだけどでもなんかいつ届くか分かんなくてちょっと待ってね。 ゆっくり。 10周年の雲かわいいでもさショールームはさなんかどっか行く疑惑あるよねなんか売られる売りに出される <laughs> なんかその間もちゃんと配信できてたらいいけどさなんか売りに出されるらしいよ前田さんの持ち物じゃなくなるらしい。 どうなるんですかそれはって感じじゃない私どこに移行したらいいんだろう <laughs> 配信アプリ多様にありすぎて無理なんだけどマジでイケメンになって姫と接触したかったうーん でもまあどれだけイケメンでもほら <laughs> あの <laughs> ファンとアイドルとして出会ってたらファンとアイドルだから <laughs> 無理だよ <laughs> 言葉を選びすぎててやばい。 いやほらみんな傷つくかなって <laughs> 辛いよ <laughs> でも私だからこれ何回も言ってるけどじゃあファンの方がよくないってだって別れがないんだよだって彼氏として付き合ってたらいつか別れるかもしれないじゃん そうでしょだってみんなにこのわがままな私のわがままを全部聞けるとは思えないもんそう私についてこれる男がいるとは思えない <laughs> でもなんかファンとして支える ことに長けてる人はめっちゃいるの2割は私ファンとアイドルだったら別に私が誰と結婚しようと誰と付き合ってようとその関係性は切っても切れないじゃないですか応援してくれる限りはもう離さないだから私結構その関係値の方が良くねって思うんですよ だってこれから出会って結婚する人より絶対私のこと知ってるわけじゃん俺らの方が知ってるしってできるわけじゃんそのマウント強すぎないっていう感じじゃないだって知ってる人は8年前から知ってるんだよ私のことだから あなたたちが嫌いにならなければ関係性が切れることもなくえ <laughs> だから私これ、ま、なんか本当に思うんですよね本心で本当に思うだその方がよくないって人生ドトールが <laughs>。 ミランサセットだよねいやさすがにりのちゃんが結婚したら寝込むってでもさ考えてみて考えてみて何年前からファンなのね別に励ましてるわけでも応援してるわけでもないけど普通に考えて何でも前から知ってるわけよその時ハマってたもの着せた衣装踊ってた曲 共有できる思い出が五万とあるわけですよこっちからしたらファンの立場からしたらだけどこれから出会うそいつとは今からの思い出しかないんだよ違いますか だから卒業しても活動して <laughs> ファンってライクよりラブの方が多いんじゃないまあ、どっちにしろどっちにしろだと思うよ私はもう15年なってました15年の方も大前提として普通のファンとリカちゃんのファンのいいああそれは結構ねあると思う普通のアイドルの子が言うファンのみんなと私が言うファンのみんなはちょっと違うかもね なんか言っちゃ悪いけどあの下僕家来あの <laughs> 側近 <laughs> 分かんない,いい言い方が分かんないけど <laughs> やっぱリ賀ちゃんの言ってることすごい理解できたいやなんかなんて言ったらいいんだろうな なんんて言ったらいいんだろう難しいけどでも私はアイドルになってないとみんなとは出会ってないわけじゃん多分あの一生交わらない線の上にいたと思うんですけどアイドルになったことによってみんなとこう出会うことができそう。 君主としていおります15年間ガチ恋でいられるでも確かにそれはそうだってその間何にもなかったわけじゃないじゃんだその推してる方も <laughs> アイドルだって色々あるんだよっていうあの何年か前かの誰かの名言を言わせていただくと色々あったわけじゃん <laughs> ってことそれでもさ好きでいられるってやっぱりさその思いの方が強いと思うんだよね今から出会うどこぞの若造の好きよりも ファンののみんなの好きだから多分これ理解してもらえないと思うんだけど私の考えはみんなには「はそんなこと言ってどうせイケメン捕まえてすぐ結婚発表してどっか行くんでしょ」みたいな思われてるかもしれないけど <laughs> でもえ本当に。 違うんだよねカテゴリーがベクトルも違うんですよなんかどう言っていいかわからないけど男いるアイドルやばいねそれ <laughs> でもさ男いるアイドルっていう響きエロくね <laughs> なんかわかんない 私はもうアイドルじゃないのでリガちゃんオブラートえな、ー、何ビブラート <laughs> エロー <laughs> えロえ そう別ジャンルなんだよねだからでもそっちのフォルダの方がよくないって50歳とか×にでも結婚したいもん俺いやでもねそう男の人のね好きなんてねあのね巨乳の可愛い女が目の前に現れたらね揺らぐんですよだって 一生振り向いてくれない高根の花雲の上の存在の遠い女の人と近場の巨乳だったら近場の巨乳行くでしょそういうことなんだって <laughs> <laughs> 近場の巨乳に流されるんですよそんなこと言っといてそう 父も目も垂れた女に言うえんだからみんながえもう何も包もうとしてない <laughs> パイに包んでるよパイ包み <laughs> 暴言のパイ包みだよえー、<laughs> よくねうん 絶対そうなんだっていやでもね分かんないけどきっとあの10年後20年後30年後になって私はただの。 本当振り返ったら青春の1ページでしかないんですよ皆さんにとっては。だけど私の人生にとってアイドルだったところは人生の一番おいしいところでありショートケーキでよいちご。うん、<laughs> えわ、ー、かります言いたいこと。 追加でいう三角形の頂点のところうんみたいなでもみんなからしたらあの子をしてた時期ってただの1ページでしかないんですよだからなんか そこが切ないよねわ <laughs> かる私のアイドルだった部分は私のすべてでみんなの一部なんです <laughs> 悲しいでしょこれ なんかだからこそ押押しせせる時に押せってことですよねそれってなんか卒業しちゃうアイドルのことを指しがちだと思うけど自分の気持ちもそうだと思うんだよね。押してる側の気持ちファンの気持ち押そうと思ってる時に押さないと押せなくなるよっていう。 結構深いこと言ってね私 <laughs> 結構深いこと言ってねちなみに深いだから何か応援してて楽しいなって思う子をなんか 常にそばに置いておく感覚って多分みんなないと思うんです今まではだけど私はそうしてほしいっていうわかるなんか別に推しっていうカテゴリーじゃなくてもいいからなんかなんだろう見てて楽しいから見とくみたいなそういうフォルダに入れておいてほしいわけ常に そうだから私が結婚しようと <laughs> どこに隠居しようと世界の果てに逃亡しようとあの忘れないでください。 ちゃんが結婚しようんとドバイパイがどうのこうのようと追いかけますそうしてくれ電子に組み込まれてるので忘れることはできませんありがとう <laughs> ありがとう いやでもショールームどうなるんだろうなんかさ最近設定のところ見てもさなんかどんどんさなんか何減ってくんだよねだからショールームできなくなったらどうしたらいいんだろう私、ま、死ねってこと <laughs> 死ねってことだよねこれねまあやるとしたら TikTok ライブかな TikTok ライブ全然やってないな ショールールムはライフラインなのにショールームなくなったら生きていけぬ TikTok ライブみたい。 たまにやってたんだよもう恋なんてし言わないよ絶対もう恋なんてしないなんて言わないよ絶対結局どっちなんどうどういうこと恋なんてしないとは言わないってこと でもさ自分と別れた後にそうやって言ってたらなんか勝った気持ちになるよね。 リガネイルマジでアメみたいチェルシーかわいい勝った気持ちわろた <laughs> えならないかああ勝ったんだ私ってなる <laughs> あ私って勝ったんだっていう気持ちになれるよね いいなんかさ私さ多分さなんかココナッツの入った何かを食べたのかなじんましんみたいなのできてきたんだけどさっきから気になってはいたんだけどなん,なんだろうと思っててなんかや,やっぱ なんか喉がの喉、首がめっちゃ赤くポツポツができてるなんかあれかなボディークリームとかに入ってたんかななんだえそうアレルギーしかもなんか謎に体温高いんだよね 裏側の成分表示に書いてなないいかないやでも何に入ってたか分かんない食べたものなのかでもなんかそんなようなもの食べてないけどな,なんか前にココナッツアレルギーが出た時はクッキー食べたんですよ。したらんかそれでめっちゃボツボツできてでもねその時よりひどくないから多分少量だと思うんだけど。 何なんだこれはでもなんか新しくしたりしてないんだよなの周りのものなんか食ったかなアレルギーの薬とかはない薬ねいつものやつしか飲んでないから薬ではないと思うただめっちゃなんか ボツボツができてなてんなんだろうえ待って太ももにもあるんだけどちょっと際どいから見せらんないけど <laughs> なんかえな、ー、何これえな何これ 太ももにもにめっちゃ出てる何ですかこれはココナッツじゃないのかもしやだって食べた覚えないぞ何だろう なんか今まで何ともなかったのに見たらかゆくなってきた <laughs> ねなんだろうねこれは何ですかなんかちょっと熱出る前のさだるい感じのだったんだよねちょっと まあいいかいつか治るやろう <laughs> いつか治りますそうアレルギー私アレルギー全然なかったのに年を追うごとにそうでも前の方がひどかった前はもう吐き気すらして息ができなかった 喉がもう赤く腫れて中じゃないよ外ね首側で鎖骨下あたりまで赤くなっててむくんでるみたいなそうでも今はそんなじゃないので多分大丈夫。 まあうん、ちょっとひどくなったら病院行くので大丈夫大丈夫大丈夫お大事にねありがとう なんか、ね「卒婚の卒,卒婚のデータ欲しいです」って言ったら「もうんか撮ってあったやつ DVD であげるね」って言われてたのに全然来なくて。 早く欲しいんだけど。みんなにはあげられないよ。みんなには見せられません。残念ながら <laughs> いいねでかう <laughs> うん五十兆円 <laughs> 国家予算。 <laughs> 50兆円でお願いしますちょっと石油100個くらい掘ってくるね <laughs> でもさ、人が一生のうちに使い切るお金ってどれぐらいなんだろうあもちろんそれはんだろう亡くなった年とかにもよるだろうけどこういうの考えちゃうんだよねえっ、ー、てかさ宇宙人のニュース見た <laughs> ここだけでだよね こんな宇宙人のニュース見たって聞かれる世界線 <laughs> 何それっていう <laughs> えそう宇宙人なんてやったら出てくる あれ発見されたそう発見されたんだよ遺体軍事施設から流出した宇宙人の衝撃的な写真多くは宇宙人がいることの証拠として 過去に提示されていながらあまり話題にならないままだったが関心が高まったタ,タイミングで再度披露する現象が起きているえ、そうこのニュースがね 流れてきてね私のエックスツイッターに宇宙人って検索してあて。 れて,てこなない <laughs> あ、そう、遺体なんか遺体の写真が <laughs> なんかもともと出てきたやつがあったけどさらにもう一枚ありましたよみたいなやつだよね。 早く,早く会いたいね宇宙人に。<laughs> 早く会いたいたよどういう言葉で喋るんだろうてか言葉っていう概念がもはやないのかもしれないもしかしたら脳の信号だけでやり取りしてるかもしれないし私たちが考えることもできないようなコミュニケーションの手段で コミュニケーションを取ってるかもしれないしはたまたコミュニケーション自体がいらないかもしれないしなんか宇宙のことを喋るとる時になんかこうかもしれないこうかもしれないってみんな言うけどなんか地球人の考えが及ばないところに宇宙人のえっと 常識があるから。考えても無駄。みたいなやつを見たことがあって。だから私たちがどうせ考えるのは。地球人が思いつく程度のことなんですよ。だけど。なんか。それのはるか上を行くから。なんかもう。考えても無駄ですみたいなこと。どっかで見て。確かにって思ったんだよね。だ、結局。なんか。 だろう私たちがそうどんなに頑張っても思いつかないようなことをやってる可能性が高いから。 そ <laughs> 昨日の写真可愛かった <laughs> いい人だといいな宇宙人まあ、人じゃないんだけどねもはや 昨日のなんだっけパンプキンじゃなくて <laughs> なんだっけイースターじゃなくてハロウィンの <laughs> 写真可愛かった <laughs> でもさみんなさ夜にかまちょしてもさ全然かまってくんないじゃん2時とか3時とかにさ <laughs> それはそう。 2時とか3時とかにかまっちょしても全然かまってくれないじゃん <laughs> 夢の中でした最悪だね じゃ、チャット登録しとこ。皆さんは私が夢に出てきたことはありますか？なんか私夜更新しないでおこうって思ったんだけど、なんかなんかの記事でこれも読んだんだけど。<laughs> 全部ネット上 <laughs> 全部信じてるわけじゃないよちゃんと著者選択してますけどあこれは面白いなっていうのがあってなんか寝る前に最後に見た映像とか写真とかが出やすいんだって夢にだからなんか寝る前にこう更新してあげたらみんな私の夢見るかなって。 一昨日くらい出てきた何してたこの前初めて出ましたな幽霊みたいな言い方しないでくれない寝る前にりかちゃんを見てから寝れば完璧だねなんか映像とかの方が残りやすいらしいけどなんかそういうのを一個こう投稿しておけばみんな なんかリカちゃんの夢見れるかなと思って幸せな気持ちで眠りにつけるかなと思ってでもさみんなの部屋さ私さあの見たことあるというかそのお話し会とかでね 見たことあるけどさみんな割とさ写真とか私があげなくてもいいぐらい壁にさ一面に私がいたりするじゃないですか <laughs> 生写真の私とかがさいたりするじゃないですかそういうの見てたらさおのずと夢とか見るんじゃないのり <laughs> かも推しのポスターとか貼ってたな とかさなんか部屋んだっけケア部屋わかるケア部屋っていうのがなんか色とりどりのクマなんだけど <laughs> が流行ったんですよ私の頃私の時代でみんな宿場にケア部屋つけてるみたいなゲーセンで撮ったケア部屋をつけるのがまあさポリシーじゃないかなんかわかる流行ったんですよ ケアベアとよくわからない長めの前髪ピン流行ったんです <laughs> でそれを福場につけてポスカでそこに落書きするっていうのがまあその当時の流行りだったんですけどケアベアとかをこう魔改造してなんかお腹のところに あとなんか定期入れみたいなところに推しメンのカード入れたりしてなんかみんなそうやってたんですよねそういうの懐かしいな今はあれでしょ今のそ,れそ,うそういうやつの流行りの先駆けが。 ハーートシェイカーでしょ <laughs> とかなんか生写真入れとかもめっちゃさ進化してない生写真ケースってさ「調べてみ」やばいからなんかデコったんかわいいやつがなんかハンドメイドで作ってる人とかいて「調べてみ」 出てくるからいいっぱい生写真ケースあ生写真スリーブだ違うケースだ違うえー、<laughs> あれなんて言ったら出てくるんだ デコって言ったら出てくるよこれやばいんだよこういうなんか一個一個なんかホイップクリームとか自分でつけてるんだよ作ってんだってすごくないそのおしめのイメージにデコって私もよく作るよええー、作れんのすごい 2割にさプレゼントしてあげなよ絶対才能あるやんとかこれとかハートシェイカーとかよく作ってるの見るねなんかラプンツェルみたいなやつあるかわいい出てくるわ生写真ケースデコっつったら出てくる なんかこういうのをなんかこういう感じで作ってくださいみたいなの言ったらなんか作ってくれたりとかこのパーツ入れてくださいって言ったらなんか作ってくれたりする人がいるらしくってでなんか理科のファンの人でなんかめっちゃ可愛いの首から下げてたから「えーそれどうやって作ったの?」って言ったら「いやこれ友達が作ってんだよね」って言ってで友達が その子の友達がめっちゃ有名ななんか TikTok でその生写真ケースを作ってる人らしくってでめっちゃね可愛い,いの作ってくれたのってそうだってウサギが端っこに乗ってて「可愛い,いこれどうやって作ったの?」ってえなんか作ってもらった」って,って。 可愛かったすごいよね既製品がいやでもね全然いいと思うなんかセンスだけはあるけど技術がない技術がないというかなんかなんていうのやるにまで至らないよねなかなか。 うさぎ作るの楽しい難しいあ難しいね難しいよねだからなんか前髪ピンとか余分に買ってそのうさぎをデコったりなんかしてる人もいたしそう前髪ピンじゃなくてな,なんだっけあれ鏡ミラー 私のうさぎミラーはねあのプリクラだらけ <laughs> になってるので <laughs> そう <laughs> 今度見せるね私のうさぎは <laughs> うさぎミラープリクラだらけなんです今 <laughs> 一期生で撮ったのとメンバーのティフで撮ったのとあとね何で撮ったやつ あそうディズニー行った時に撮ったやつとでもなんか「これやるんは平成の女だけ」って幸子に言われた「<laughs> これ鏡にプリクラ貼るんは平成の女なんよ」って言われて「す,すいません」<laughs> ピンがもう買えなくて泣いてる」 そうなんだよねウサゲピンはね買えないんですよ <laughs> 売ってんじゃないウサゲって検索してみようウサゲあ売れてるわもう全部 ミラーなら1個売ってるよ <laughs>。ミラーなら1個売ってんのと昔のソロコンサートのリボン付きちゃんもまだ1個売ってる。誰か回収してあげて私のために <laughs>。 えこの人めっちゃ売ってる私のグッズ私推し辞めた人かなグッズ卒のためアイドルグッズと出すへえ誰だろう知ってる人かな <laughs> グッズ戦いや多分グッズとか買うのを卒業したんじゃない だからでもいろんなアイドルの売ってますね。すげえなんでだ意外と知ってる人だったりしそう。確かに えー、これめっちゃさ、あれなのに、レアなやつなのに。<laughs> すごい。<laughs> 待って。8000円で売られてる。<laughs> 卒業コンサートグッズが。<laughs> さあ、8000円で売られてるんですけど、買ったろかな <laughs> ねえ、ひどくなーい。 いやーすごいなーこんな感じになるか <laughs> ちょっと待って <laughs> えなにこれ抱き枕カバーとか売ってんだけどしこれひあれなんじゃないの非公式の抱き枕カバー作ってる人いるんだっけど。 つかまれマジで <laughs> しかもおっぱい出てるやつなんだっけどやだーやだとかって <laughs> ねえ売らないでよ <laughs> こんなエロいやつ あとはねうわめっちゃ懐かしいこれ何いつのやつ「コジまつ祭」の生写真売ってんだけど <laughs> やば <laughs> すごいな でもちゃんと売れてるのもありますね。ちょっと待ってなんかを500回聞いた人の直筆サインでまるさんって入ってんのにさその人に当てて書いてんのにさこうやって売るんだよ。やばくない <laughs> ひどくない <laughs> ねえちょっとひどいんじゃないこれただなんか「いつの」っていうグッズはちょっと多すぎておもろい「いつの」やねんって。 何これ何のやつこれ全然わかんないんだけど。 え待ってだって卒コンのアクスタとかも売ってるよしかもクソだけ2200円2500円とかでえー、この一期生の写真も売ってんだけどこれ何卒業公演の写真じゃんしかも取って出しの <laughs> ちょっともう笑っちゃう <laughs> ちょっともう笑っちゃいますね えー、これ欲しいんだけど誰か私の代わりに入札してくれないシアターくじの中入りかキーホルダーのうさぎのやつかわいい。<laughs> うわ懐かしいこれ何記念推しビッグペナント。なんでそれはすげえな。えぇ、ー、卒コンの銀手売ってる人もいる。<laughs> やばっ女の人だな、これ。 業コンサートグッズ非売品売ってる人いますね私だってもらってないのにこれひどいよ <laughs> ねえ私だってもらってないよこれ <laughs> テープ飛んでこなかったあっ何度んと奇遇なことに売ってます <laughs> 中にかいかとツッコんで調べたら出てくるよ <laughs> 銀手 <laughs> 銀手ってでも欲しいよねえ待ってちょっと待ってこれは許せない卒コンの冊子と銀手一緒に売ってる人がいますねねえやばすぎて無理なんだけど冊子売るって何しかもさ 無料で作ってるんだよ作ってあげてるんだよファンの人たちが。何なの <laughs> まあ無料のクオリティではないけどいやそうなんだよね。そうなんだ,だからこそやじゃない ひど,ー <laughs> ひどいひどいすごいなぁこんなに売ってるんだ。<laughs> いやもちろんなんか私のだけじゃないのもあるけど私の名前使って他の子のグッズ売ってる人とかもいますね。<laughs> ひどいよ ひどいよこんなことするんだねすごいないやでも懐かしい気持ちになれて私は楽しい <laughs> なんか昔のやつとか。 見てたらめっちゃ楽しい <laughs> 何この写真っていうのが何個もある <laughs> でもなんか最近のやつの方が多いかもな昔のやつはそほど 売れてるわ売れてる <laughs> ちょっと待ってこれいつのねえこれいつのは周年コンサートのやつはは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  まだツインテールしとるがな <laughs>。すごいね。マ、ま、ジまた出たツーウェイトリコットの抱き枕カバー <laughs> 160。160センチ ×50 センチの。 ツーウェイトリコットの抱き枕カバーおっぱい丸出しバージョン。すごいね。こうなんでこう、うすごい,ずい、<laughs> ずぶとい。ずぶとい。<laughs> 抱き枕カバー職におるが、ここに。やばい、夏い。ノーウェイマンの写真とか売っとる。こんなんさ。 めっちゃ懐かしいな信じられないぐらい若いやつあるんだけどこれ何ポッカ札幌さんのやつですね誰 <laughs> もはや誰化石やんこのどっから出土したんこの化石 <laughs> 出土してます 宇宙人の,宇宙人の遺体じゃないんだからねええー、懐かしいうわちょっとこれ売ってる人私誰か分かるかもしれないえしかも兵庫県でしょえこれ売ってる人私ちょっとあの認知してる人ですね 教えんしちゃったの近頃来ないと思ってたら <laughs> <laughs> なるほどね 私の名前が入ってるんだ西川れいちゃんの写真にうわー懐かしいめっちゃ懐かしい写真しかないうわー すごいね。勉強になった。調べなきゃよかった。<laughs> 調べなきゃよかったです。でもね、うさぎのね、ピンはないね。売ってない。受注だったからかな。あのね、うさぎのね、ペンライトのね、開く木もうシークレットで。 あの運営が劇場のガチャで出してくれてたんだよシークレットのやつにうさぎのなんかやつ出してくれてたんだけど中井梨花っていうのと名前のメンバーの名前のやつと一緒にうさぎの知ってる私そういうのあるの知らなくて長岡のお話し会の時に「何それ?」って話す人に言って。 で、え、ガチャであるよみたいなそう言われて「えっ?」てだってスタッフに聞いたら「なんかあ,ありますよシークエットで出してるやつですね」って言われて「えー、私も欲しいです」って言って1個もらった <laughs> 自引きしましたすごくない全員のメンバー分の,あの名前のやつと だから私の名前のやつと別にウサギのやつ即スターさん呼んで「リカもしい」って言うてたの笑った<笑>いやそうそうもらえたんだよねあれ可愛かったよね作ってるなら言ったよーって言ったらなんか いや絶対中居さん欲しいって言うと思ったんで言いませんでしたって言われていやあの欲しいだろそりゃ <laughs> そうだから僕呼ばれた瞬間バレたと思ってって言ってめっちゃおもろかった <laughs> バレたって何 <laughs> 私の公式キャラクターなのに <laughs> バレたって何とウサギかわいいよねウサギ大好きかわいくてなんかどことなく私と私っぽさもあり別になんかウサギが好きかって言われたら好き 別にそんななんですけど <laughs> でもなんかうさぎは好き太田プロさんうさぎグッズを。 でもね大丈夫、安心して私もうさぎピン未だに届いてないからあとね、ポーチもね、届いてない <laughs> それは安心材料ではない。<laughs> いやそうなんだよねすいませんって感じ <laughs> うさぎピンまた売ってほしいなえなんで買えなかったの結構長い間受注してたよね なんで買えなかったのかな <laughs> なんでかな <laughs> なんでなのかな <laughs> いやーでもね ウサギは何かなんとなく考えてモバメで最初に送ったキャラクターだったんですけどまさかこんなに長いこと愛されて最後に卒婚に登場するまでのキャラクターになると私ももう思ってなかったので <laughs> だってさ卒業 曲のさミュージックビデオに出てんだよおもろくね <laughs> !?MV にデカデカと鎮座してる <laughs> いやそうなんだよね。 ウサギを性になったしね確かにいて絶対鳴っちゃダメな音だったんだけど今 うさぎピンで当日絶対欲しくてあ当日はね売ってなかった気がする当日はうさぎグッズ第1弾のやつが売ってたんだよね確かそうだからうさぎピンはもう完全受注なので。 そう <laughs> でなネットで買わないと買えないやつだったそうなの。 なんだミニーのファンダーランドかわいい何これこうやってまたオリエンタルランドに搾取されていくんだよ私のお金はえお推しのことオンラインオンラインクジしてるちょっと待って推しのこの アイちゃんの出るかなえ待ってキティ誰待ってキティさん誰ルビーだ かかかわいい,わい,い <laughs> !1 回770円クソ高いなただビッグタペストリーがいらなすぎてやばい。<laughs> アクリルスタンドがいいなかわいいアクスター愛ちゃんのトキキララのやつ欲しいかルビーとキティ狙いですね黒川あかね大っ嫌い 黒川ねみたいな女が一番嫌い私かなちゃんに頑張ってほしいと思うそれなら <laughs> え黒川ね好きみんな でいろんなくじやってく,くじ引き堂って何こんな沼じゃんそう押しの子の黒川あか 推しの子はねおもろいよ見た方がいい <laughs> 有馬かな推し私もかなちゃんの方が頑張ったしいただ私はもう本当に言わせてもらうと愛ちゃん推しなので <laughs>。 愛ちゃんしか勝たんという感じですねあの人間に冷め切った感じも好きだもんあかねちゃんも好きだよえあかねちゃん全然好きじゃない誰お前出てくんな <laughs> 全然好きじゃないむしろアンチまである <laughs> むしろアンチまであります なんとね。<laughs> <laughs> 私の最近の推しキャラ誰だろうなぁ。私の最近の推しキャラ誰だろう。私誰を推してるって言ってた最近。<laughs> はじめそれはそう <laughs> えっとうんそれはそうはじめん時出てこないはじめかっこよすぎるねえなに 実のはじめの最近言わないようにしてたのに最近言わないようにしてたのにバレましたか <laughs> そう最近は別のイケメンに乗り換えたんですよ。 人気が悪いななんだ乗り換えたってやめろ誰乗り換えたとかひどいこと言う人ねえやめな <laughs> イケメン えっと言わないよ <laughs> 内緒だからねうんこればっかしはイケメン大好き 生まれてこなかった26年イケメンに目がない元アイドル <laughs> <laughs> 何の工場 <laughs> いやなんかコナン君みたいなやつ欲しいなって見た目は子供頭脳は大人みたいなやつ欲しいなと思って。 <laughs> 柔道のめんくいされどアイドルみたいな,なんかされど元アイドル <laughs> みたいな,なんかそういうやつ欲しいな考えてくれる誰か <laughs> ね誰か考えてくれる 言わないのが本当にガチ感出てて良きでしょ私もう突っ走るね <laughs> 私ここから突っ走るねそうそれでクリスマスまでに捕食するね <laughs> どこへ行ってんの <laughs> 食,う <laughs> て食うな任せて食うな君の愛馬がって感じで走り出すね <laughs> ズキュンドキュン走り出すね 食中植物思い出したわ <laughs> えー、今の流れは馬娘を思い出す流れじゃないのなんでしゅ、なんで全然斜め上の食虫植物になってしまったの怖っ <laughs>。<laughs> 怖っとか言って。こんな気持ちいいわ。 はーじめてワン・ツー・スリーもみたいな曲だよね。えどんな <laughs> 忘れちゃったねえ忘れちゃったってばまあそんな感じだったよね大体そんな感じだったねそうだよね。 だいたいやってる。アイドルに興味ない子にあの別の MV 見せたら気に入ってくれた。リカちゃんありがとう。ええー、嬉しいでもさ、なんかあの別のミュージックビデオさ、見返したの。そしたらさ、なんかリカ子供じゃないなんか、子供なんか、子供が踊ってる <laughs> ?3 歳。<laughs> 3歳に見えてくる。<laughs> なんかさ、 赤ちゃん見たくないわ <laughs> かる言いたいこと白いから白い衣装だからかわからんけれどなんか中江りかちゃんサンチャイが踊ってる 可愛い,い,いから大丈夫。<laughs> なんか幼いよね。何が原因前髪髪色髪の毛何が原因 あの、こう見えて26ちゃいなんでちゅなのであんまりあんまりこうなんか子供っぽいのは好きじゃないんでちゅこれからは大人の色気いええー、お色気モード大人大人お色気モード 違うな。なんなんて言ったらいいんだろう。ドエロ <laughs> ドエロチ出し女違うな。<laughs> ななんて言ったらいいんですか。んあの。そうなの <laughs> え。えなんて言ったらいいわかんないけどどうやったら色気ってで。 出るんですかアミアみのパンツはけばいい <laughs> アミアみのパンツはいたらみんな大人だなって思ってくれる <laughs> いつもの語彙力どこい <laughs> ねえそれも布じゃないんじゃないしもなんじゃないっていうパンツはいたらみんな。 エロいなっっっててて思くれるってこと違うそうじゃない <laughs> 違う違うそうじゃまずなんだろう父とかはっきり言わないかえじゃあなんて言ったいん,んかそういうことあんまりはっきり言わなかったらエロいってこと二つの 膨らみ <laughs> それはなんかそういう小説のそういう小説のなんかなんかなんかやだななんかそれはそれで「ねえやだ!」。 <laughs> やだ <laughs> ねえ何うざどうしたらいいんだろうな何が一番いいんだろうやだはこっちのセリフよ。<laughs> もうさみんながさ指紋とばっか言うからさそういうさ人だと思われるじゃんやめてゴールがどうなりたいかだよねえなんかもう歩いてるだけでなんか歩いてるだけで遅なんだなってなあのー お色気お姉さんになりたいわけですよ私は黒いニットワンピ着たらいいんかなん黒いニットワンピ着て髪の毛を片側に寄せて不敵な笑みを浮かべればエロくなるんかだって壇蜜さんはそうしてた「いやゆっくりしゃべれ」とも書いてあった <laughs> だからわし ゆっくり喋る <laughs> これくらいのそう常にこれくらいの速度でしゃべる <laughs> むしろこれは <laughs> ねえどうしたらいいの 幼くなるんだよどう頑張っても <laughs> <laughs> 黒柳さん <laughs> ええー、今晩私をいただくのは <laughs> <laughs> ねえどうしたらい,いのなんかミステリアスダークネスエルティックセクシーミュージカルポップ <laughs> になりたいの。どうしたらいい フフ<要>が <laughs> そう同じこと幸子で幸 <laughs> 子に言ったら「あんたはそれ裸で踊りゃええんよ」って言ってさ <laughs> 確かに <laughs> 全部 <laughs> 全部かなう <laughs> でもそれちょっとミュージカルポップセクシーに寄りすぎてないって言ったらなんか確かにって言ってたけど。 あとそれ裸で踊りゃえいんよって言われたからそれはそうなんだよねでもさそうミステリアスを捨ててる気がするんだよねそれだと結構あまりにも何もかも丸出してるじゃんだからなんか含みを持たせつつえどうしたらいいと思う のの換気扇の下でタバコ吸うか <laughs> それミステリアスだけなんよ。汚ね換気扇の下でタバコ吸いながらヘビ首に巻いてでなんやら絵の具が5色以上混じったような T シャツを絵の具にそのままつけまし でにじみましたみたいな T シャツをこう着つつ何の動物の角か分からんネックレスをしたミステリアスな人ってことでしょほいでかと思えば黒のサルエルパンツでなんか「股がどこにあるかわかりません」みたいなそういう人をミステリアスに言うんですよやっぱり。 ミステリアス方だね。それで、あの、口開けたらスプリットタンで、あの、眉毛の端っこにピアスついて、パチンコのさ、玉みたいな、ピアスちょっと、あの、こう私のイメージだから気にしないで、わかるけど。 やばい窓拭きしちゃった違うんだって <laughs> 違うのそこにエロを足したいわけさねいろいろと渋滞してる。 いいじゃん別に渋滞したって <laughs> リカちゃんがどういう人にエロを感じるかよなそれに寄せればいいなるほど <laughs> どういう人にエロを感じるかえでも私あのひねくれすぎててなんかほん 三つ編みのおさげおさげに分厚い眼鏡かけた長いスカート履いた子とかが逆にエロいよねな <laughs> <laughs> 親父みたいなこと言ってない私ねえねえ <laughs> かる言いたいことそういう子が一番 やっぱ実はみたいな <laughs> むっつりみたいな <laughs> マニアックすぎて <laughs>。 じゃあ聞きますけどじゃ逆に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 みんなに聞きますけどみんなはどういう人があなんか大人の色気があるなって思いますか いいよ別に過剰過剰書きでもいいんでなんかおしとやかな人はいワンアウト <laughs> 自分のことを話さない人はいツーアウトまだ気持ちがおこちゃまかな峰 <laughs> 富士子とか理想の大人の女を演じてみては <laughs> 峰富士子は確かにエロいな <laughs> 今ねツーアウト満塁です所作が綺麗じゃない放漁力がないはいスリーアウト満塁 <laughs> スリーアウトです天智ですもうはや 私無理だな全部喋っちゃうもん余裕のある人知識のある人うーん余裕も知識もないな白いセーターを着てタイトスカート着てる <laughs> それお前の好みだろう <laughs> 確かになんかたまにでも街にいるよね8切れんばかりのニット えー、どうきたらそうなるみたいなニット着てる人 <laughs> いやでもね私まあ うん理想の女の人は誰だろういや無理だな私のキャラでなんか色気ある大人な女性とか。 絶対無理じゃない。なんか100歩譲ってうん。 すでに色気ある大人ありがとうそうやって言ってくれるの光さんだけだよでもだからこそギャップで落ちるんじゃないああなるほどね確かにえ確かに。え確かに ギャップで落とそう2023秋冬コレクション開幕しました今今やっと来た。 抱きしめられたらとか踊ってるリカちゃんいるでもそれは抱きしめられたら用の人格を憑依させてるのであれは中ん, <laughs> んかわかります抱きしめられたら踊ってる時中井リカじゃないのでその別人格をインストールしてるので。 遠いタイプでした。<laughs> そうだよ。抱きしめてみたい無理です残念、ね、でしたお帰りくださいさようなら別にずっとじゃ <laughs> そういう一面もあるんだってました価値をえだからそれがギャップでしょ？それがギャップ萌えみたいなことでしょ？違うの。 それがギャップ萌えじゃないの抱きしめられたら踊ってる時なんてだって私 抱きしめられて一瞬で燃えて灰になってしまうよって人を演じなきゃいけないわけでしょ。<laughs> それほどあなたのことが好きですよ忘れられませんあなたの幻影を追いかけていますみたいな人をさインストールしなきゃいけないわけでしょ。<laughs> 儚エロじゃんでもあの曲って。 セクシーななこと一言も言もってないんですよあの口移しのチョコレートとかは結構直接的な表現だけど抱きしめられたら全くそんなこと言ってないんだよね。うん。ただなんか 抱きしめられたら灰になるよっていう人のやつなだけで抱きしめられたらのステップで歩けば持ってるか <laughs> キモいだろう <laughs> キモすぎるんだけど今想像したらキモすぎた銀箔だったよねえ <laughs>。 補導されるわ。お姉さん大丈夫ですかつって。二 <laughs> 日酔いでーすって言えばいいってこと 好きな人に抱きしめられたら幸せになれるそうだよ、あんたたちはその感覚を知らないままこれからもどうぞ生きてくださいかわいそうに <laughs> お前らに春なんて一生来ねえからな覚悟しろこれから長い長い冬の幕開けだ 春はもう二度と来ないよーだよ。<laughs> 絶対俺らに来ないよ。一生恋愛できない呪いにかけられているよ。 は <laughs> どこへ行ったのか <laughs> 迎えに行っても誰もいなかったよ <laughs> 僕の人生をは <laughs>。 制服の型に女の息量が乗っていたんだ僕はそっと指でつまみ。 つぶやいてたこれが曲調が悪いのに何かつまむんかいえ本当とった忘れちゃった何だっけつぶやいてたじゃなくてえ指でつまみつぶやいてたなんだっけ もう生きりょうでもなんでもいいと思えるよイギリょ女だったからねもうなんでも良くなっちゃったんだ <laughs> 勢いるだけマシじゃんね本ほんとだよねはる <laughs> どこ白紙 <laughs> <laughs> 彼女どこから来るのだろう <laughs> 一生来ないと思うよ <laughs> えなだってさガチでえガチでさ本当に一回ちょっとガチ考えてどうするえマジでマジで <laughs> えちなみにちなみになんか実りそうな恋今ありますって人います ぶっちゃけ正直はは<母>ミッキーいるよミッキーやめてなぎ <laughs> でやる <laughs> あれ水の呼吸 <laughs> 面白い冗談だね。 え、どうすんのマジで。<laughs> え、頑張ろう一回。とりあえず、美容院に行け。美容院に。美容院に行け。髪を整えろ。ただし、ツーブロックはやめておけ。 暗めの茶髪にしろ暗めの茶髪に分かったかそれでひげをそれできれば脱毛に行け茶髪暗めのね暗めの茶髪 そう、完全に黒髪じゃないところにこなれ感を出すそうすることで少し垢抜ける人もいるからそう前髪は眉毛の位置まで伸ばしてくださいはい 檜山仁太一、そうなんです。そうなんです。ですですです。まずここまでいいか、みんな。ここまでいいか。 自分のサイズよりワンサイズでかい黒の黒か紺だなのトップスを買ってくださいまあシャツなりロンティーなり何でもいいですはい 男性は黒着てる方がなんかよく見えたりするから。 あと何,種するべきかな何するべきかな何するべきかな大体ここまでやれば結構変わると思うんだよね服と髪型で結構変わるよね男性ってどう髪型、髪色服 あとヒゲ印象第一印象これでだいぶ変わると思うんですよね。うん、あと歯ねめんどくさくてもあの歯医者には行け。 もうね、歯を治すだけでね結構ね骨格から変わりますよ顔の。あとはそこまでできそうだからねそこから頑張るってなったらもうほんとなんかお金かけていろいろ。 とりとかしなきゃいけなくなるから確かに眉毛も大事眉毛とひげは整えろ絶対にひげはなくていい眉毛は絶対にてかね男性の眉サロンもあるから行った方がいいぞマジでうん とりあえず全身の毛という毛を整えろ。<laughs> 栄養色は笑顔から見える。白い歯が命。そうなの。歯って結構印象変わる。 もうここまでやってやっと普通ぐらいですから <laughs> はい頑張ってみて私さ本当に不思議なんだよね男性のファンの人ってなんかなんで ちゃんとしないのまあ2割はねしてる方なのもう圧倒的にしてる方私がピチパチの T シャツやだとか柄の短パンやだとかツーブロックがやだとかさんざんさんざん言ってさんざん言ったからみんな結構気にしてくれてる方なのよそう2割は本当にあのねできてる方マジでマジで。 マジで言わないことってか言えない子とかの連って無法地帯だからねマジでだよ本当に。に。いるよねそういうなんか「どうしたんですか?」みたいな人。 ほい、でもってね、私のレーはね、女の子も多いからね、結構ね、綺麗。綺 <laughs> 麗なレーンだったよね。綺麗。綺麗なレーンだったくない 申しいにくいことです。部屋着という方いらっしゃいます。え、そうなんだって。なんかさ、だるんだるんの毛玉だらけのでさ、よく好きな人の前に現れら,れられるよね。そういう人ほどさ、ガチ恋だったりするじゃん。え、どういう神経みたいな。ありのままの俺を受け止めろってこと。そこまで寛容じゃないよ、アイドルも。本当に好きな人に会いに行く気あるって言ったのに。え、いるよね。 あれ何いやだから比較的私のレーンは <laughs> 綺麗だったよね <laughs> 比較的まあもう本当女の子のおかげが結構あるんだけど私のファンの女の子みんな可愛かったからさ 本当にみんな可愛いの私のファンの子だからなんかシャメカエとかマジどっちがアイドルか分かんなかったもんね華やかなねんそうでしょそうなんだよだからさ言ってよかったと思ってなん,か <laughs> なんかピチパチのテシ車と着てきてさなんか謝られる環境って結構良くないごめんねりかちゃんちょっと今日ピチパチなんだよねつって。 言ってくれる方が良くないえ結構私だからその環境改善に努めたので <laughs> え結構改善に努めてたから私はそうこういうのが嫌だこういうのが嫌だこういうのがいいって言ってたから。 結構みんなそこに標準を合わせて来てくれてる方が多かったですね。っってくれた方がめっちゃ助かるでしょあとなんかこれから他の女の子の他のアイドルのレーンに行くよっていう人も多分見てると思うの。 なんかいつもコメントしないけど DD だからコメントしづらいよって人もいると思うんだけどマジで言っとくねあのねソース系の食べ物とカレーとコーヒーとタバコはマジでわかる。だから控えた方がいいです。 はい、匂いわかりますなんか誰とは絶対言えんけど本当に裏でメンバーたちは言ってる。てかさ来る前にコーヒー飲んでくんなよって <laughs> みんな言ってるけど本当に思う私も。だから言う。 <laughs> だから言う私は結構言,言っちゃうタイプだから言うけどタバコもよく言いますねメンバーは「マジでタバコは匂枚無理」って結構言ってる子もいいですね言わないだけだよ 私は言うけどねなんなら本人に言うけどねねえコーヒー飲んだでしょマジ最悪 <laughs> 言いますけどねうんでも言われてますよ裏でだからちゃんとそういうのはケアした方がいい レーンに来る前に飲むなその日頃から飲む納豆なんて言ってないじゃんレーンに来る前に飲むなって言ってんのそう ね、ソース系の例えばたこ焼きとか焼きそばとかなんかそっち系の食べ物も結構残ってます多分ね服とかについてるんだと思う匂いがでうわーめっちゃソースくせえって思う時があったね ただね AKB とかの現場だと屋台で売ってんだよね私それ知ってたんだよだからなんかあだからだろうなってかその近くにいたんだろうなみたいな。 そうまあコロナ以前の話なので今分かんないですけど <laughs> 残りますねソスケはあとね気をつけた方がいいですよレーンに行くときは。 アイドルは結構割と敏感に感じとる。しかも私鼻いいから匂いは本当に辛かったですねあれができてアクリルができて割とマシになったけど匂い関係はただあれあると声がさ届かないのよ 声が届かないそうだからなんかも、ま、う、あ、一長一短って感じですけど <laughs> そう喉は弱いから私あれ結構辛かったんですよねしんどくてみんなの声も聞こえないし私あの左耳死んでる時あるから右耳じゃないと聞き取れなくて。 そう時間解放症っていうなんか水の中にいるみたいなのになよくなったりするんですよ。ダイエットしてる時とかあとはなんか過度のストレスだったりとかに見舞われてる時によくなったりするんですけど。 汗臭い人はあんまりいなかった。多分ね、汗はね、気を使ってると思う。ファンの人が。うん。なんか、だか逆にすごいシーブリーズの匂いするなとか <laughs>、すごいギャッツビーの匂いするなって人はいたけど、でもなんか気使ってくれてる感あって、別にそれはそれでいいって感じだった。 うん、ただね汗だけじゃないんです気をつけるのは <laughs> もっと他にあるんです。衣類によよくくつくんですよねニット系とかなんか毛がもはもはしてる服とかって結構匂いつカーデとかねつきやすかったりとかするんですよ。 だから、なんか、そう、そういうお店の近くに行ったりとか、ご飯屋さん行った後とか、めっちゃわかるね。だから、大体当ててたね、なんとか食べてきたでしょって、うん、え、なんで分かったの。 が。あとね。なんか。シャンプーしても、シャンプーの匂い残らないって人いません。いい匂いのシャンプー使ってんのに、なかなかシャンプーの匂いが残ってくれないんですよねって人いません。そういう人濡れたまま。 結構長い時間うん放置してませんか濡れた髪ってめっちゃ匂い吸収するんですよだからもうお風呂出たらすぐ乾かした方がいいですよ <laughs> 部屋の匂いとかじゃあお風呂入る前にご飯食べましたってなったらご飯の匂いとかを髪が吸収しちゃうんですよそういうのがなんか 枕とかに蓄積されて臭くなっちゃったりするからもう上がったらすぐ乾かした方がいいよ。そうであの紙って濡れた状態が一番傷んでるんですよ。 ダメージとか一番弱い状態、無防備な状態が。濡れてる状態なのね。だから。なんか。早く守ってあげなきゃいけないから。うん。すぐタオルドライして。乾かした方がいい。 そうでコーヒーとか飲む人はあれですよベロをしっかり磨いた方がいいですそれ用のやつとかあるので見てみてください そう匂い系はね大体これで解決すると思う私が言ってることを守れば <laughs> あと部屋干しはなるべくしないもう浴室で乾かすか乾燥機付きの洗濯機を買ってください <laughs> 部屋って本当に壁とかにご飯の匂いマジでついてるから。 服も同じなの濡れた状態で干してると匂いを吸着すするんですよそう柔軟剤の匂いとかをいっぱいこうさせたいよっていう人はもう。 乾燥機付きのを買うか部屋干しをやめる <laughs> そうであとねもう一個ある。 未だに香水を直でぶっかけてる人いません絶対ダメです、超、NG、<laughs> 香水はくぐるぐらいでちょうどいいんです上に振りかけて2回ぐらいくぐったらもうそれで結構まとえるのであのあとね手首にねつけてゴシゴシやったりするのとかもよくない。 体温で温度が変化しちゃうのでで体温で温度が変化しちゃう本当のことですねあの頭痛が痛いみたいな体温で匂いが変わっちゃうんですよその人の汗とか体温とかその蓄積されたボディーソープだったり柔軟剤だったりいろんなものを含めてその人の香りになるのでその香水が合う合わないもあるし 絶対ポンポンしたらもうそこでもういが変わっちゃうので絶対ダメです。あと香水きつい男の人個人的に好きじゃないから <laughs> 絶対ダメ。 だからめっちゃなんかピンチキャーみたいな超若い男の子とか来て「うわシャネル」ってなる時とか「<laughs> うわブルガリ」ってなる時とかめっちゃあったもん <laughs> だからもうほんと私超匂いわかるからマジで気をつけてほしいなっていううんこの人めっちゃ首とかにガシュガシュかけてるんだろうなみたいな。 そう気にしすぎるあまり香水でごまかして香水の匂いきつくなってる系ねそれは本当によくいるので気をつけてください絶対におしめに会いに行くから匂いケアしなきゃと思ってもうガシガシかけるのはマジで悪影響なので周りのていうか普通に公害だから <laughs> 鼻いい人って本当に頭痛くなるし私がそうなのねだから本当にやめてほしい。 そうできれば柔軟剤だけで勝負してほしい。 分かっちゃうんんだもん何のブランドどの香水何のやつはいマルジェラ <laughs> はいブルガリはいサンローラン <laughs> 全部分かる <laughs> 私ほんとんか そういう検定受けたら、受かりそうなぐらいわかるんだよ。<laughs> なんで。なんか横断歩道とかでさ、すれ違った人とかの匂いもわかるもん。あ、この人の。柔軟剤。あれだなとか、全部わかる。 そうでもほんと蓄積なんですよその人のことを作る匂いというのは生活環境だったりほんと部屋が換気されてるか湿度あとは洗濯物をどこで干してるかお風呂上がりの過ごし方全部で変わってくあとはボディーソープ何使ってるか柔軟剤何使ってるかもう全部それで変わってくるので全部ね 蓄積蓄積で加齢臭になったりするんですよそう。その人の生活がその人の香りを作ってるので。 だからいい匂いの人ってちゃんとしてる人が多い結構神経質だったりする人が多いです換気をしてください換気をしてください <laughs> 換気をしてください3回言いましたからね私部屋は換気をしてくださいあとそれから植物を置いてください <laughs> 植物も匂い取ってくれます はい植物を置いてください部屋を片付けてください部屋干しはしないでください <laughs> 柔軟剤を多く使えばいいってもんじゃないです洗濯槽のカビにつながるのではいできれば浴室か外あるいは、えー、乾燥機付きの洗濯機で乾燥させてください はい、お風呂上がりはすぐに髪の毛を乾かしてください <laughs> はい口臭ケアは、えー、歯磨きだけでは足りませんしっかりとベロ磨いたり歯間ブラシを使ったりしましょう うん、あとね私ねあのすっごいこれ本当に思うんだけど悲劇気をつけてる髪の毛気をつけてる服気をつけてるなのに何で鼻毛気をつけないのって人がいるのね <laughs> だからあのちょっと上向いてあ出てるなと思ったらもう切ってください。はい最後鏡でチェック家出る時に ちょっと上向いてあ出てんなと思ったらもうそこにしか目がいかなくなるから申し訳ないけど <laughs> だからあのいくら気をつけてても、まあ、出ちゃう時は出ちゃうのでそういうやつはこう上向いてちょっと上向きで見てあこれで見えるかもなって危険度の高いものから切ってください。<laughs> そう これはね結構ねおすすめはい男性結構そこに注意がいかない人が結構いいますよねなんかいくら匂いを気にしててもいくらねあの服装を気にしててもそこなんでなんでそこあとそこだけなのにって人が結構いるので <laughs> 残念ないイケメンとかに多いやつね はい、<laughs> 知らんですよそんな人の <laughs> 知らんですけどあのできればそこは気をつけていただきたいので <laughs> そこで一気にねちょっと脳になるよね女の子たち気になるよね見ちゃうよねで女の子って結構 男性よりも目線が下なんですよ下からこう見上げた時に見えちゃうのって結構あるんで女の子の子目線を意識してください私だってそう1 5 6センチしかないから大体男の人みんな私より背高いんですよってなった時にちょっと上から下から見るでしょみんなのことを。見えるんですよ。 はい、結構気にしてくださいってか私が多分めちゃくちゃ神経質なので私の言ってることを守ってたらどこ行っても大丈夫です。<laughs> 本当はそんなに見る人いないかもしれない私だけかもしれない私がこんだけ気をつけて見てるよっていうことを気づいてほしいだからなんかえ本当に私の言ってることを全部守ったらマジでどこに出しても恥ずかしくないです。 はい、<laughs> 本当にどこ行っても大丈夫だと思うそんなに他かの人見てないと思う私が超神経質で人のことン見するタイプだからうん。 だからねほんとこまごまと姑みたいに言いますけどこまごまと姑みたいに言いますけど本当にほんとにこれだけ気をつけてたらほんとただのイケメンになれるんでだって清潔感ある人ってブスに見えなくないねえ女子聞いてる なんか顔の作りそんなに良くないけどこの人なんかかっこいいなって人ってみんな総じて清潔感あるんですよ。 <laughs> ただのイケメンいやただのイケメンになれるよ本当にただのイケメンっていうのはここまでして普通の見た目ってことです内面は知らんけどってことです <laughs> いやーでもなー こ,のこれを聞いてそうなんだじゃあ実践しようって思って実際にやる人が多分全体の3%ぐらいしかいないと思うんですよ。そうだとって私は言いたい頑張ってほしいからみんなに。<laughs> それができるできないで差がついてしまうえそうだよこれができない人たちはもう一生春が来ないから春の子状態になるわけですよ絶対やるもん偉い偉いですやる人とやらない人の間にはすごく大きな壁がありますからね ここの,この壁を乗り越えられる人は結構相当ポテンシャル高いですよはいえでも本当にためになることしか言ってないよね女子どう <laughs> え女子そう思わん私結構女子の同意言えれると思うんだけど今この話で。 そんんななんかみんなを味方につけてみたいな,なんか女子代表みたいな感じで言うあれはないですけどあの私はそう思う本当に。で私が結構厳しいから今言ったことの大体8割できてたらもう結構いい感じ。本当にそうそうううでしょ そうだよねいや結構みんなそう思うと思うよ。うんただ当たり前のことしか言ってないけどね。推しに会いに行くならこうした方がいいよっていう話なので別になんか俺は一生オタクでいいんだ。 人はもうじゃ好きなように生きてくださいって感じだけど。 推しって好きな子同然なんだからそれくらいせんとあかんすよってことよねそうそういうことだって理科が好きな人に会いに行くってなったらもうめっちゃ多分もう金という金をかけて <laughs> もうやれることすべてやるけどね 洗濯機以外はお金もかかからず可能なことしか言ったいそうでしょう好きな人に会いに行くってなったって髪の毛も可愛くしたいしメイクも可愛くしたいしお洋服も一番可愛い服着たいしそうまつげはできるだけ上げたいし顔はできるだけちっちゃくしたいし。 それをなんで男の人はやらないんだろうっていう不思議っていう感じですね。はい、えでもどうだやってる人もいるかもしれないけどでも実際知らなかったこともあったでしょその 香水ぶっかけちゃダメだよとかさ。 食べ物と洋服のうどんにおい気をつけます、うん。あとね、内面の話で言うと、これ言うと長くなるな。<laughs> なんか自分の好きなものとかはまってるもので3分以上話せる内容のものを3つぐらい用意しておいたら結構コミュニケーション楽っすね。だから何かをプレゼンテーションできるものを。 三個ぐらい用意する誰かりか先生のあげた注意事項をまとめて X にポストしてくれ<笑><笑>えでもさえでもさ本当にそうなんだよなんか話す時私あの 握手手会が苦手で結構コミュニケーションについていろんな本を読んだり勉強したりしたんですけどそうやって書いてあったの自分の好きなものとかハマってるものとか何でもいいけどプレゼンテーション相手に紹介できるものを3つと共有できる内容を共有できるかもしれない内容相手が好きかもしれない最近ハマってるアニメなのか 最近流行った映画なのか分かんないドラマなのか分かんないけどそういうものの話を2つできればもう結構話題は持つって。だからその相手と共有できるもの2つ自分がプレゼンテーションできるもの3つこれで会話を成立させようと思って。 挑むといけるんだってそうだから例えば私とかとじゃあ喋りますってなった時にディズニーが好きっても出してるじゃん世に。SNS 見てて「あディズニー行くの好きなんだな」ってわかるじゃん誰しもが。だからディズニーについてのことと あと私が好きなことといえば洋服お洋服とかだからどこどこのお洋服の新作を知っておくとかそれだけでも結構話題になるじゃん。プラス自分が好きなアニメだったり漫画だったり映画だったり趣味最近ハマってるスポーツわかんないけど。 があると楽だよねっていう好きなことでも一方通行し喋りまくってドン引きさせないようには気をつけますあのねこれもあの私が勉強したやつの中にあったんだけど <laughs> なんかあなたはどうって喋るタイミングを上げると 相手のこともしだからその自分のことについても例えば自分がハマってるスポーツがあるとしてそれがサッカーだとしたら今どこどこがすごい強くてなんとかカップやっててで何々っていう選手好きなんだけどっていうかサッカーやったことあるみたいな。サッカールールわかるみたいな。そう。で相手に、うん、大体。 喋らせて気が済むぐらいまで喋らせてあげてから自分の話をするとストレスフリーに会話が進むらしい。MC、の勉強ってきたでもさ私結構それや,やっててみんなどうって配信でもよくやる。 自分ばっかり話してるのよりコメント読んであげてどう思うっていうのを聞いて大体みんなが言ったことに対して展開していくっていうことが多いですね。そうだからなんか自分たり野郎にならないためにはこう相手にも聞く。何のスポーツ好きとか あーそれやったことないなどんな感じなのとか「女帝に可愛い子多いよね」みたいなあ「テニスならやったことあるんですけど」とか言うじゃん女の子が「女帝に可愛いよね」で「テニス部だったの?」って部活の話触れるじゃん。 とかそういう感じで相手が言ったことに対しても広げてあげる余白を持たせる <laughs> はいただこれ私には通じませんあのスポーツ全然見ないので <laughs> 好きじゃないですそもそも体を動かすことが。 だからまあ内面編は今度やろう長くなるから <laughs> 今回は見た目清潔感これを <laughs> でもまる選手イケメンだよねって言ったら会話広がりそう確かに私それで言ったら調べるもんえなんて人をもう一回言って名前 <laughs> <laughs> そうあの内面編とかその喋るトーク系の話は私も勉強中なのでちょっと一回それは今度にしようもうあと2時間いけるから <laughs> えちょっともう今回は今回は見,見た目とかせいけまあ当たり前のことしか言ってないけどね 当たたり前の潔癖症バージョンみたいな私がそうだからそう言ってるっていうだけの話なんですけどはいまた次回の講座でお会いしましょう <laughs> 何なのこれは、えー、7位がビスコさん6位がチっタロウさん5位が本吉さん4位が久賀さん3位がティンクさん2位がタタホカ <laughs> これドイツにいるっていうことなのかなこれドイツ何これインドネシアどこだ 一位がテリモキバーガーさんです。これどこの国旗ですか？インドだよ。あ、インドなんだ。カレーライスってことだね。ふふ。ええと、ええ今日はええプリ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 